それでは呼びいたしましょう、松丸亮吾さんです。皆さん拍手でお迎えください。松丸さんには和食をアンバサダーにご就任いただきますが、和食アンバサダーとは和食や郷土料理の魅力を伝え、全国の子どもたちと一緒に和食の奥深さや謎を楽しんでいただくリーダー的な存在です。また本選でも特別審査員も務めていただきます。本日は松丸さんに和食をアンバサダーの任命証を贈呈させていただきます。贈呈に関しましてはご紹介させていただきます。農林水産省大臣官房輸出促進審議官兼食料産業局池山茂俊より任命させていただきます。それでは池山審議官よろしくお願いいたします。それでは池山審議官たすきをお願いいたします。よろしくお願いいたします。私は松原よろしくお願いします。はい、たった今たすきをかけられました。続きまして任命証もお渡しお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ただ今任命証が確かにお渡しされました。松丸さん、和食をアンバサダーご就任おめでとうございます。はい、ありがとうございます。就任された感想をいただけますでしょうか。僕もともと和食が本当に大好きで、はい、ご飯があってお味噌汁があって、で一汁三菜の文化というのも海外だとなかなか見られない文化だと思うんですけど、例えばご飯を食べに行くってなった時、必ずこの近くに和食食べられるところないかなというか、はい、定食屋さんとかを探すんですよ。そうなんですね。はい、なんでこのお話いただいた時にもう絶対やりたいと思って、なのでアンバサダーになれたことがまずはすごく嬉しいです。わあ、もう本当に和食が大好きということで。大好きですね。ぴったりですね。うちの多分家族もあるんですけど、はい、うちみんな結構和食が好きで、はい、家でご飯食べるときもやっぱりこうみんなで和食を囲みながらご飯を食べて会話をすることも多かったんですけど、結構海外に行ったときに思ったのが、この和食の文化ってコミュニケーションも取りやすい食事になってるなと感じたことがあって、はい、そういったなんか和食の面白さとか、こう日本にいるからこそ大切にしたい文化だと思うので、それをもっと広げられるような取り組みを小学生たちに伝えられたらいいなと思っています。和食アンバサダー頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、今も松丸さんに意気込みをいただいたところで、これからのご活躍もますます楽しみです。本日はですね、この全国にある和食郷土料理の謎に迫るクイズをご用意いたしましたので、はい、松丸さんには全て3択でお答えいただきたいと思います。僕が答えるんですか。そうです。あれ、はい、3人は、あ、お三方は答えないです。え一人で一人で全て答えていただきます。つゆくぼさんチャンスはありますか。あ、つゆくぼさんチャンスはつゆくぼさん次第です。なので、ちなみに質問を答えるのもわからないんですよね、今まだ。質問も、問題の内容も、答えもご存知、もちろんないってことですね。全く台本見たら綺麗に黒く塗られてます。そうですね。もう本当に松丸さんには真剣勝負で、はい、ぜひ質問、こちらのですね、答えていただければと思います。はい。ちょっとプライドをかけて頑張ります。はい、お願いします。それでは、行きたいと思います。第1問。佐賀県呼子で作られる発酵食品に松浦漬けという郷土料理があります。こちらのモニターに出ているものですね、はいはい、こちらはクジラのある部分を使用して作られていますが、その部分とはこちらの3つの中でどれでしょうかという内容です。丸1、尻尾の付け根の部分。丸2、下顎から腹にかかる縦筋の部分。丸3、上顎の軟骨の部分。それではシンキングタイムスタートです。僕3日前ぐらいまで佐賀にいました。あ、そうなんですね。はい、呼ぶ子って言われてイカが来ると思ったんです。お、クジラでした。クジラノーマークです。ノーマークですね。
食べたことありますか、こちら。いや、食べたことないな。マスーラ漬けですけれども、あります、食べたことないです。ないですか。ありますよね、食べたこと。はい、あります。ですよね。さすがですね。どうでしょう、つゆくぼさんヒントいきます。つゆくぼさん、僕ちょっと予想していいですか。予想で、はい。なんか、その選択肢がやたら長いんで2番怪しいんですよね。あ怪しいですか。ダミーっぽくないっていう。2番かなとはちょっと思ってるんですけど、はい、なんか見た目的にちょっとコリコリしてそうなんで軟骨なのかなと思ってて、あ、で、ミカさんのどっちかだろうなとは思ってます。そうですね、どっちなんでしょうね。どうですか、つゆくぼさん。つゆくぼさん、これはヒント出した方がいいんですか。じゃあなしで、ミカさんのどっちかが違ったらそっちではないですっていうヒントをもらっていいですか。え、ミカさんの、ミカさんのどっちかは間違いですよね。まあそうですね、どっちかは間違いです。はい、もちろんそうです、はい、どっちかは、どっちかは、はい、あ、ヒントです。ヒント、あ、じゃあ1番じゃないんだ。どっちかは間違い、1番ではないってことですよね、今のお話だと。うわー、あんま情報得られなかったな。わかりました。ではファイナルアンサーでどちらにしますか。じゃあやっぱ選択肢長いの怪しいんで、はい、2番で。2番どうでしょうか。残念、不正解です。正解は丸さん上顎の軟骨の部分でした。まだまだ始まったばかりですかね。ここのスタッフさん、ダミー選択肢作るのうますぎません。うますぎ、やたらと長いこの選択肢。絶対これだと思ったんだけど、あ、これあるんですか実際。でも顎から腹にかかる縦筋の部分はあるんですか。ぜひあの強久保さんに教えてください。クジラのイラストとかでもよくこう股の部分のあたりって筋が入っているような あの部分が、まあ、ここに今説明されているのに当たるは、これを使う料理もあるんですか。それはあの使わずですね、あ、下のあの3番の部分を、はい、はあ、使って作られているものになっていますね。そうなんですね。これはどうしてこの上顎の軟骨の部分を使ったんでしょうか。はい、あの先ほど松村さんね、ちょうど佐賀に行かれてイカだと思ったっていうのは、まさに今はイカというのが一番こうメジャーな、そうですよね、よく聞かれた、はい、有名ですよね。有名なんですけども、かつては捕鯨をあの盛んにしていまして、クジラもこう有名だったので、でその当時に作られたものなんですけれども、まあ、クジラというのはものすごく大変にもなりますし、活用のしがいがあったので余すところなく全てを使いたいという、そのもったいない精神の表れで、なんとかこの上顎の軟骨部分を食べ物として使えないかといって作られたものなんですね。普段であれば使いづらい場所なんですか。普段であればこの上顎の軟骨ですので、味という味は特になくて、特徴というのが先ほどおっしゃったそのコリコリのクラゲのような食感、まさにそれがあの答えにもなってるんですけど、それを生かしてお料理を作ろうということで、酒粕の中にあのつけて、そして発酵させた発酵食品になってるんですね。そうなんですね。これ佐賀では出てこなかったですか。出てこなかったですね。そうだったんですね。佐賀で食べればよかったな。でも食べても分かんなかっただろうな。なかなかこの縦筋の部分とのね、あの味わいの見分けがつかないですよね。そうでしたか。じゃあこの本当にもったいない精神から生まれたという、こちらの松浦漬け、ぜひあの次回は食べてみてください。はい、次回行ったら絶対食べます。はい、ありがとうございます。ではあの残り2問となりましたので、第2問に行きたいと思います。はい、それでは第2問。福岡県の郷土料理にお灸とというものがあります。江戸時代の飢饉の際、食べ物に困っている人々を助けた料理とも言われているが、何を原料にしたものでしょうか。丸一、海藻。丸二、山菜。丸三、木の実。それではシンキングタイムスタートです。どうでしょう。いや、これ結構今出題にヒントあった気がします。お、こう、飢饉の時ってことは食べ物があまりない、つまり食べ物に普段しづらいものをなんとか食べ物にしていると思うんですけど、それでいうと1番と2番って普通に食べられる。うーん、で3番の木の実は多分調理が大変だから、これすりつぶしたりしてなんとか食べられるようにしたのかなと推理しました。なるほど。じゃあこの普段食べづらい木の実を飢饉の際に食べたんじゃないかってことです
そうですね、なんか昔お城とかに松の木っていっぱい植えられてたんですけど、はい、その松の木もなんかこう飢饉の時に食料がなくなったら実は松食べられるみたいなことで植えられてたりするんで、多分木の実とか木ってそういう時の拠り所になりやすいんですよね。だから3番だと思うんですけど、はい、どうでしょうか。確認したいですので、では鶴久保さんヒントお願いします。なるほどなと思って、あの今解説を聞いておりましたけれども、どっちだ。もうでも心の中では一択に決められていらっしゃるような風に進めるのを知っておりました。そうですね、いやもうこれで決まりじゃないかな。なんかこうプチヒントあります？このこれと関係なくこの料理についてのもう少し詳細というか。そうですね、この料理をその現地の方がよく食べるというタイミングは朝食になるんですけども、朝食から木の実削るかな。どうでしょう。削るんだ。うわー難しいな。ちなみに僕2日前に福岡行ってます。あ、そうですか。まさにタイムリーですけれども。いやーそっか。いや、もう決めました。はい、では丸さんの木の実でいきますか。はい、丸さんの木の実で。はい、正解は、残念、不正解です。ちょっとあの、さっきの解説してた部分全部編集で消してもらって。正解は、丸一の海藻でした。海藻なんだ。はい。鶴久保さん、それでは解説お願いします。はい、そうなんです。これは飢饉の時に漁師さんが海で採れたその海藻を使って、まあ、作った、またまたまと言ってもいいような感じで、作り出した、その苦しい、貧しい中でも何か食べれるものをということで工夫をして、海藻に手を加えて作ったものがこちらなんですけど、おキュート藻というようなものですとか、あと天草なんかを使われるんですけれども、煮出して、でドロドロにしたものを型に入れて、で冷やし固めて、それをスライスしているようなものになってくるんですけれども、まあ、このおキュートという名前なんですが、まあ、人々を救った料理にもなったので、救う人に尾をつけて、おキュートというふうに言われているという説もありますし、海の人が開発を作り出したので、沖の人ということで、おキュートというふうに言われたというような説もあります。そうなんですね。こんなにたくさんのこの漢字の由来があるんですね。お救い人とか言うとおきゅうと、この浮田、これ浮田でもおきゅうとって言うんですね。まあ、当て字のような感じですけれどもね、はい、海に浮いているようなものを使って作ったっていうものですとか、あと沖のうど、沖うどでおきゅうとっていう感じまではめたりなんかも使われていますね。なるほど。これあの海藻類というのは、まあ、一つの例えばワカメとかじゃなくて様々な海藻ということですか？そうですね、あの一種類からも、まあ、作られますけれども、複数 の, あのものを合わせても作られることもあります。はい、そう、山ではなく海の方でしたね。そうでしたね。はい、いやー全然木の実関係なかった。それではついに最後の問題です。はい、第3問。岐阜県ではひな祭りの時に作られる郷土菓子があります。米粉と砂糖を練って富士山の形に成形して蒸したものが多いですが、この菓子を何というでしょうか。丸一、飴玉。丸二、からすみ。丸三、ぬか漬け。それではシンキングタイムスタートです。全部別の食べ物ですね。そうですね。飴玉か。岐阜は行かれたことあります？いや、岐阜は滅多に行ったことなくて、はい、この食べ物も初めて見たんですけど。そうですね、なかなか見かけない。じゃあ他の食べ物と同じ名前がついちゃってるってことですよね。どうでしょうか。何だろう。でもなんか山をモチーフにしてるから、こう山でこうカラスが見えるとかで、カラスミとか。あー、なんか素敵な、確かに由来そういうのもありそうですね。雨が降ってきてね、雨のこう玉っていうか、水溜まりみたいなのができたから飴玉かもしれない。このくぼんでるところにまさしく水溜まりが。あ、そういうことか。できてるのかもとか。はいはい。それでなんかぬか漬けだけは違う気がする。あー、なるほど。鶴久保さんどうですか、今のお話聞いて。すごく素敵なストーリーのあるような。そうですよね。はい。これはヒントは必要ですか？はい、あの、当然必要です。必要ですか？はい。そうですね、ま、このお料理は、ま、お祝いとか縁起物とか行事の時に使われるようなものですけど、
ということで、まあ、そういったところにも関連したお祝い、お祝い感があるのか、飴玉はなんか、はい、お祝い感がちょっとありそうな感じもするけどな。迷いますよね。いやー、3問とも外したくはないな。そうですね、じゃあそろそろ、はい、はい、決めました。はい、では何番でいきましょうか。じゃあ1番の飴玉で。1番の飴玉、正解は残念、丸2番のカラスミでした。どうでしょう、見事に全部外しちゃった。カラスミなんですかこれ。そうなんです、あの先ほどね、あのカラスが見えるというようなお話されてて、それとはまた違う由来なんですけれども、はい、あのまさにカラスミですよね。モラモラソを使って作ったカラスミなんですけれども、あの形に似ているという、ことももあったりですとか、あと中国の方で作られる炭があるんですけど、山形の形をした炭があって、まあ、中国の炭、唐の炭ということで、それでカラスミというふうに言われたというような説がありますけれども、これはあの沖野祭りの時なんかにあのお供えされるお料理、お菓子にもなっているんですね。じゃあこの縁起物っぽく使われるのは、そのままそのカラスミの子宝の象徴みたいなものから受け継がれてるんですか。子宝の象徴であるカラスミと形が似ているので、これにも名前をカラスミというふうにつけたという説があります、そういうことなんですね、いやなかなか本当に難しかったですけど、小橋さんどうでした。もう私も全く全然想像つかないものばかりで、もう本当和食って謎だらけだなと実感いたしました。謎だらけですね。畑中さんいかがでしたでしょうか。いや、あの松丸さんがすごい推理だな、いい過ごしてんだなって思いながら見てたら全部外したんで、すごいこれガチなんだなって気づかされるの。やっぱりその面白いですよね、こう名前とかからなんか歴史に行って、で地域の文化みたいなところにヒントがあって、なんか和食ってそういうところから文化までこうか先生がそういうところも語られるのが面白いな。そうですよね、本当にあのいろいろな謎ですとか日本の郷土料理の由来がありますよね。末久保先生、あの日本の郷土料理にはまだまだこれだけではなくて多くの謎があるんでしょうか。もうそうですね、まだまだ数えきれない、まだ知られて、一般にもほとんど知られてないものもいろいろな土地にはありますし、もう謎だらけでも、そこには何かしらのやっぱ言われですとかルーツとかっていうものを秘めている、まあ、そういったものがたくさんありますね。そうなんですね、もうたくさんの謎がある和食、とっても魅力的ですね。それではですね、これから開催される本選手権の注目したい点、期待したい点、見どころを審査員の皆さんに伺いたいと思います。それでは小林さんからお願いします。はい、ですね、あの今年度あの改定されたあの学習指導要領はですね、あの子どもたちが主体的に学んで、まあ、その成果を、まあ、他人に分かりやすくあの表現するというのがすごい重要視されてまして、この選手権は まさにですね、そういった和食をあの子どもたちが考えて YouTube の動画ですとかあの写真とかで表現するというあの今求められている力をですね身につける非常にいい機会だと思いますので、あの多くの子どもたちに参加していただきたいなと思います。なのでちょっとそういったあの自由な発想でですね、表現された動画ですとか写真をの審査させていただくのを非常に楽しみにしております。そうですね、お子さんたちがどんな動画や写真を載せるのかとっても楽しみですね。続きまして畑中さんお願いします。そうですね、あの今回松丸さんがあの特別審査員になっていただいたっていうのもあるので、やっぱりこうなんでそういうこの地域にこの料理が栄えてるんだろうとか人気なんだろうって、なんでってこう思っていくと、もっとなんかお仕事が楽しいような気がしていて、あのこう自分でこう疑問をたくさん投げかけて、でいろんなあの応募というか、あのいろんなこう日本のあの料理を見つけてほしいなっていうのと、まあ今回やっぱりYouTube だったりインスタグラムっていうあの新しいメディアを使っての応募もたくさんあるので、あのでも今の小学生の皆さんももしかしたら YouTuber やってる方とかもいたりすると思うので、なんかぜひそういうところにもあの YouTube もあのインスタグラムもチャレンジして、あのいろたくさんの応募を待ってたと思います。そ
そうですね、さまざまなこう媒体を通じてお子さんたちが自己表現する機会になって、さらに自分自身でこう学ぶ機会にもなると思うので、とても楽しみですね。はい、続きまして露久保さんお願いします。はい、料理のお名前を知るだけではなくて、今こう出てきましたようにその背景、ルーツ、そういったものを知るとよりその食べ物に親近感も湧きますし、その土地の気候のことを知る、地形を知る、さらにはその土地に住んでいる人々の生活を知るということにおのずとつながっていく、そういうものが郷土料理だと思いますので、子どもたちには新たな郷土料理との出会いを通して自分の興味ですとかそういったところも広げながら、また私自身も子どもたちの見つけた郷土料理とかからまた新たなものを知りたいなという気持ちで非常に楽しみにしております。そうですね、本当にお子さんたちがさまざまな興味を持ってチャレンジしていただければと思いますね。はい、それでは、松丸さん、はい、最後に和食をアンバサダーとして改めて全国の参加者の方々にメッセージをお願いします。まずはですね、ちょっと3問連続不正解ということで、和食アンバサダーの助けちょっと若干恥ずかしくなってきてるんですけど、なんかこれからね、僕も全然知らない和食の謎というか、郷土料理の謎をいっぱい知りたいなと思いましたし、それをこう、誰かに伝えたくなる、今まで出てきた問題も、今日帰ったら友達に行ってみようかなとか、家族に出してみようかな、みたいに思えるものばかりだったと思うんですね。で、こういう誰かに言いたい、誰かに伝えたいっていうことを探求することが、僕は勉強の本質というか、学びの元素というか、一番最初のことだと思いますので、これを通して子供たちが自分の見つけた面白いことを誰かに伝える、何かを作っていくという体験が続いていくといいなと思っています。そうですね。本当にたくさんの方々が応募してくれると思うんですけれども、その中にはもしかしたら松丸さんも知らないたくさんの謎が、はい、今回僕は審査員として映像を見させていただきますので、はい、みんながね送ってきてくれたものを僕も見てみんなで学んで、でこれはと思ったものはぜひね表彰させていただければと思ってるんで、はい、今回地方の子たちもオンラインということで参加のハードルはかなり低くなってると思うので、ぜひ家にいながらもね映像を作ったりとかインスタグラムに投稿したりとか、たくさん参加してもらえたら嬉しいです。僕も、力になれるように頑張りますので、和食を盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。はい、ぜひ皆さん松丸さんと一緒に盛り上げていきましょう。松丸